アウグスチン、マラーアウグスチン・マラーは、スロバキアの軍人。中将ドイツのチェコ併合後は、スロバキア軍に入隊し、ドイツ軍と協力したが、スロバキア民衆法規に参加し処刑された。オーストリアのレーテルイ出身。プラハの高等軍事学校を卒業し、チェコスロバキア軍に勤務。1936年、参謀本部の中佐。 1937年から1938年、ルーマニア軍に研修。1938年、スロバキア独立国建国後、大佐の階級で、スロバキア軍に入隊。1938年から1939年、チェコスロバキア非武装会員会委員。1939年から1941年、スロバキア各地の軍事委員。 1941年から1942年、レズシュ師団を指揮。独ソ戦勃発後、戦車大隊長として、東部戦線に送られる。1942年から、スロバキア軍で最も訓練された部隊である、スロバキア自動車化師団の長となり、軍内で人気を得た。同年1月23日、騎士鉄十字章を受章。 1942年から1944年、中ローマ、ブダペスト、ベルリン駐在武漢。1944年5月から第一、スロバキア軍団長。その後、ドイツとの協力拡大に反対し、1944年、スロバキア民衆放棄に合流。法規鎮圧後、ゲシュタポにより逮捕され、ザクセンハウゼン強制収容所に収容。処刑。 ありがとうございます。